はい、どうもアロドラです。ウィザードオブレジェンド、2回目プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、ここからですね、参加。いきなりこうフリーズの魔法打ったけど、とりあえず前回は一番最初のやつを失敗したんだっけな。ですね。というわけで、もうジェムをためにというか、やっていきましょう。これランダム生成でいいのかな。今回は、なんかもしかしてこれ属性違うのかな。前回はなんか氷みたいな感じだったけど、今回はなんかこの壁に走るちょっとマグマみたいなね、こういうのから属性が判断できるとか、なんかそういう感じのやつかね。なら全属性に対応できるように一つの属性じゃない方がもしかしたらいいのかもしれない。うわ、まずい。相変わらず下手くそです。とりあえず逃げ打ちでいった方がいいのかな。よし、ピヨった。またか。なんか炎症ダメージみたいなのを受けてるんだけど、あ、これ結構むずいわ。やっぱり前回も思ったけど、1の1でこれでしょ。よいしょ。とりあえず当てていけ。凍ったらチャンス。1対1まで持ち込めたら、あとはラッシュでなんとかなりそう。とりあえず探索してるわけですけれども、あ、ここはダッシュじゃないけどいけない。うわー、落ちた。おお、こっからできる。当たりそうで当たらんな。おお、いける。せこいな戦い方が。ゴーレム怖い、ゴーレム怖い。よいしょ。うわちょっと待って。おっと、このゴーレム耐久力すごいぞ。よし、これ宝箱とかなんかそういうのないのかな。火力が欲しい。うわーちょっと待って、いきなり。よし、はっはっは。アーチャー、君は一人だと何もできないな。接近すればこっちのものだ。でこっちにはなんか奥に行けそうで、行けないのか。なるほど、引き返そう。樽を、今のところ樽から何も出てきていない気がする。おお、ナイス、妖精さんナイスですよ。障害物があったらやっぱ矢は通らないんだね。なんかショップがある。暖かいな。いや、暑いな。品揃えも暑いぞ。暑い品揃え。あざまーす。けど、コインがね、ちょっとね、足りないんすよね。なんかすごく魅力的。ポーションすら買えない。ポーションすら買えない俺ってなんだろう。これ、当たるだけでボン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 壊れていくんだけど。主人公無敵か？あー、結構落ちた時のダメージ痛いかもしんない。よいしょ。こっち側は何もない。下に行ってみよう。
樽をぶっ壊して回る主人公。よいしょ。よし、これこれ。何これ、槍みたいな感じ。上は、うわ、このいきなり来るのやめてくんないかな。よし、ナイスですよ。うわー、くそ、あー、槍も地味に鬱陶しいかもしれない。間合いがこんな感じでいいのかな。もう HP が半分切りそうですけど、結構主人公耐久力あんまないな。ちょっと待って、もう今のうちに畳みかけるしかねえ。よし、あともう一戦ぐらいしたらあのショップで何か買えるんじゃない。おーっと、ナイスですよ。結構氷結の便利ですね。あー、やばい、今の俺が壊したことになるのか。なんか炎のシールドみたいなのをまとって突貫してきたやつがいたんだけど、で、ショップが確かこちら辺にあったよね。上、すいませんね、アクションゲームというか、こんな感じシビアなゲームだとあんまりなんか戦闘中喋れないわ。しかしこれどれがどんな効果があるのかいまいちよく分かってないからな。とりあえずセールって書いてるからな、これを買ってみよう。ミラーシールド、なんかシールド貼られたけど、これ一定時間じゃない、一定のダメージを防いでくれるとか、なんかそういう感じのやつかな。しまっ、よし、全然よしじゃないな。とりあえず叩き落とせ。あー、でも待てよ、叩き落としたらアイテム、あー、ゲットできる。叩き落としても問題ないわけだ。ここがスタート地点。しまう。おいおい、敵が多い。とりあえず凍らせて、あとは槍兵ばっかやな。だんだん分かってきたぞ。あ、こっちにもなんかショップがある。英雄の跳躍とかいうのがすごい気になるけど、不屈の守護者、ボルトレール、劇場のバーサーカー。とりあえず無駄に物を破壊していく主人公ね。こっちも欲しいけど、まだ買えるほどコインがないんだよな。上に行ってみよう。うわー、なんか嫌なリングが出てますよね。これはなんだ、これはどうすればいいの。とりあえずどれかに入れってことかな。そしたらなんか次のフロアに行くみたいな。こっちにも一個ある。何これ、どうぞ。うおお、いいところに、とても品質の良い糸を入荷したの。100ゴールドでその衣装を強化するよ。おお、100ゴールドちょうどない、あと20ゴールド足りない。おのれ、どこぞにコインを落ちてないものか。とりあえずこれどこかに入ればいいのか。あ、これか、ボス戦ですね。わかります、ヒット&アウェイを心がける。
うわ強い、クラッシュナイト。あーでも突進さえ回避できればそこまでないか。取り巻きを倒したぞ。あとはお前だけだ、クラッシュナイト。なんか微妙に当たらないんだよな、あの魔法、あの直線上に飛ぶ魔法。もしかしてクラッシュナイトは、おっと、やっぱうかつに近づくべきではない。ちまちま削っていくか。多分あれやな、ボスは凍らないとかなんかそういう感じかな、もしかして。結構なんか突進時のなんか射線が出るから、土煙がおそらく射線だから、わかりやすいっちゃわかりやすいのか。よし、あー弾き返される。やっぱり遠距離でどんどんやっていった方がいいな。時間かかるなこれ。暗いな。氷を見まして、あやばい、 HP があと88 あぶねえ。あのノーモーションで来る近距離の切り払いみたいな感じのやつ、あれが地味に痛い。しかも結構範囲広い。よし、あと一発、一発ぐらいかな。よし、初ステージクリアです。これね。おー、なるほど、これをどんどん繰り返していくのね。ステージ 1-1 クリア、タイム11分28、マップ 100% ゴールド261、ジェム17。ジェムもまあそこそこ手に入るね。そのまま連続で一回なんか街とかに戻りたかったんだけど、あーでも死んだ場所で終わりみたいな、そんな感じなのかな。しかし多い、結構一度ターゲットされたら通路までついてくるなこいつら。よし、今のうちにラッシュをかけよう。うわ痛い。なんかただかっこいい、かっこよさそうだなみたいな感じで普通に氷を選んだけど、氷より炎の方が多分攻撃力強いのかな。そしてあれは明らかに爆発する類じゃない？ほらな。けどモンスターがいる間にあの樽に魔法を当ててやっとけば楽に倒せたんじゃないか、もしかして。これでどんどんお金を貯め、うわやばいやばい。結構思ったところに魔法が飛ばないんだよこれ。なんかアサシンみたいなやつがいるけど、こんにちは。とりあえず1対1になったら主人公無敵なんでね。とりあえずラッシュ畳みかければ OK みたいな感じ。よし、うわちょっと待って、うわまず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 やられる。よし、今のうち今のうち今のうち、ヒットしてない。その火炎のバリアみたいなのやめてくんないかな。あぶねえ、首の皮一枚つながった。とりあえず回復が欲しいんですよね、お姉さん。あーなんか魔法いっぱい、カーナイスプライム、ドラゴンアーク、ドラゴンアーク持ってるよ。ドラゴンアーク、アクアアークとかあるな。カーナイスプライム、これを買っておこう。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、何お歌歌ってくれた。
今一番ホットなアルカナたちだよ。名称アリス。普通にダンジョンの中とかに、しまった、こっち買っとけばよかった。強化になってるじゃん。今この場で入れ替えることできないよね。なるほど、部屋をどんどん制圧していけば、この光のリングじゃないけど、ゲートみたいなのがどんどん増えていって、最終的にここにボスが出現するようになるよっていう、そういう話かな。あ、でも罰押せるよ。あ、一応全部行かなくても、とりあえずボスと戦う権利は与えられてるみたいな、そういう感じなのかな、もしかして。まあね、こういうゲームだとやっぱ全部回りたくなるよね。まあ HP ほとんど残ってないんですけれども、多分回るうちにおそらく死ぬかな。うん、自信がある、死ねる自信がある。またお前か、あーちゃんは大嫌いなんだよ。くそー、あー、とりあえず凍ってくんないかね君ら。アーチャーだらけじゃないか。なんとか、なんとか首の皮一枚つながってるぞ。一回当たったけど、あー多分ここで死ぬかな。いつ死ぬんだろうね俺。なんかポンと槍に当たりそう。お、回復した。20、20、20、あと少し。58。次のボスは無理だろうな。またショップみたいのがある。あー、ポーションがあるよね。けどやっぱ30足りねえな。うわー、通りたくねー。あー、あれが出てる間だとダッシュしてもダメージ受けんのか。なるほど。今、いやーちょっと待って、勘弁して。うわー、完全に油断したね。むやみに牧人を凍らさないでください。じゃあまあ何も増えてないよね。鏡、なんだか今日は懐かしい気分になるの。そうだね、初めて。同じやな。ごきげんよう。ちゃんと流行の色を合わせているかな。ワード、流行の色も何もね、この2つしか今のところないんですけどね。魔法、水のアルカナは多分こいつに一番ね、おそらくこのブックみたいなやつをはよく使うと思うけど、あの鏡のおっさんいらねえな。シグネチャー、とりあえずフロストファン、ドラゴンアーク、爆裂ファイアーボール。フロストファン、装備、シグネチャー。なるほど。こっちとこっちでなんかちょっと違う？いや、一緒やな。シグネチャー。リバウンド、アイシュクル。一種類しかないからか。別になんてことはなかった。エアバーストに、ベーシック。とりあえず、あれを、まあ、どんどん進めていって、で、なんか、メイヘムのアミュレットとかいろいろ変えるけど、
イフリートの街、これらへんって、こういうのって何の効果があるんだろうね。あれ、レリックでいいのかな。これは買えない。グレーシャルクロスとか。ここら辺、ちょっと、いろいろ貯めていって、このグレーシャルクロスを狙っていきたいね。アーセンイージスってなんだろう。なんか防御力とかアップするなら、それもちょっと欲しいかな。はい、というわけで、とりあえず2回目チャレンジということでね、ここで一旦切りたいと思います。またね、ちょっとしばらく、ここら辺の、購入するまでは一人で黙々とね、チャレンジしては死にーのみたいな感じでトライアンドエラーを繰り返していきたいと思います。では、今回はここまで、ウィザードオブレジェンド、また多分次もやると思うんでね、見ていただけました幸いです。ではでは。